久保さん、今回稼げる質問にしましょうか。結構稼げない Q&A いただくことが多いですよね、久保さんも。どうですかね、今まで。だ割合的には。で、今ね、ちょっと質問回、回答してたんですけど、もう今プロモーションやってて、そのプレゼン資料の台本をね、もうあの添削して、ここもうちょっとこういう風に入れた方がいいよ、みたいな。まあ、稼げますね。 要はね、ほとんどの質問っていうのは何かっていうと、やってない前の質問なんですよね。億万長者合宿やるときも、まあ、質問がありました。本当に億万長者になれるんですかなれるんだったらいくらでも払いますよ、みたいなね。要は、は、やってない前ですよね。初心者でも稼げるんですけど、私でも大丈夫ですかやってない質問ですよね。で、今、今現行でこういうことやってます。で、これの問題点、これがどこが悪いのか。 それは稼げますよね。だってあるんだから。そこを改善してあげればいいわけなんですから。だからこっちの質問って、そんなのぶっちゃけ言うと、わかんないですよね。じゃあ、この質問に回答できるかっていうと、トヨタみたいな会社を作りたいんですけど、作れますか初心者でも。まあ、作れないんじゃないですか初心者だから、みたいな <laughs>。わかんなくないですか起業して成功する方法、起業して絶対成功するとかないじゃないですか。わかんないですよ。 でも分かることは今やっていてそのやっているところに問題点はあるのかないのかもしくは改善点はあるのかないのかは分かるわけですよだってやってるんだからでも多くの人ってのはやらない前にいろんな不安を抱くんですよねだからまずねやるってことが大事ですねやるってことがでや,やるとそこにいいのか悪いのか問題点まあうまくいってないんだったら問題点が必ずあるし 改善点が必ずあるし結果が出てないんだったらね。でそこを修正すればいいだけじゃないですか単純に。うん。なんか歩いてないのに地図見てもしょうがないですよね。歩かないのに地図見てます。絶対いけないですよね。うん。だからまあね、その、うーんまあ今はね、便利になってね、その歩かなくても、 最初からなんかルート検索してあなたの目的地はこうですってってこうなんか Google マップでこういうふうになんか行きますけども仮にそれが Google マップでね目的地からあの今から目的地まで行けますよっていうルート案内があったとしてもあなたが本当にそのルートでいいんですかみたいなねまあこんな質問はする人はいないと思いますよ本当に Google マップにねいや本当にこのルートで稼げるんですかみたいなね質問する人はいないと思うんですけど どうすか。正しいルートなんですよ。正しいルートだったとしても、まあ、経験もないし初心者で怖いから本当にそのルートで稼げるんですかってなるじゃないですか,だから結局一緒なんですよこれが正しいルートですよって言ったとしてもあったとしてもねあ,あんま変わんないですねだってそう,そうなるじゃないですか本当にそのルートを稼げるんですか言ってらっしゃい